2層とも積極的なレースですが、振り返ってどうでしょう？そうですね。あの後ろにやっぱ地元のあの大塚さんが連日ついてくれたんで、まあ,あの積極的には行こうと思ってます。走ってみて感じとしてはどうですか？そうですね。仕掛けれるポイントで仕掛けられてんで、まあそんなに悪くないと思います。そうですね。あの初日は悪かったですけど、感触は悪くなかったんで、今日も1着でれたんではいいいと思います。どんなところを気をつけていきますか？ そうですねしっかりあの自分の仕掛けたところで仕掛けられたらなと思います。このバンクとの相性いいですかね。あの優勝もあ,ありますし一着も結構多いんでいいと思いますはい。そうですねちょっと踏んだ感じちょっと重かったんですけどあの一着取れてるのであのまた決勝戦は優勝目指して頑張りたいです。決勝のメンバーの印象どうでしょうか。もちろんあの山田さんもあの松坂さんも強いのでもう自分の 持てる力を精一杯出し切ってあの決勝戦走りたいと思います。初日からいい動き見せていましたがどうですか？いやもう前にいる選手が頑張ってくれてるおかげだと思います。ご自身の調子としてはどう感じますか？もう最近決勝にも上がれてなかったんで上がれているのでいいと思います。えー、精一杯一着目指すので応援してください。はい準決勝は松坂君がはい。 頑張ってくれたんで、まあ、あと地元の大塚さんが番手回してもらったおかげでなんとか、はい、一着取りました、うん、そうですねやっぱ番手慣れてないんであの辺がもうちょっと、はい、しっかり自分の仕事がもうまくできていれば多分大塚さんも乗れたんじゃないかなと思うんで、うんはい、反省すするところですどうでしょう2018年の滑り出しとしてはそうですね、まあ、追加で決勝まで乗れて最高ですねあのイソも白星上げてますよね。 そうですねまあ、最近ちょっといいんですけど、はい、何かこう自分の中であるんでしょうかそのきっかけとかあ何ですかね、うんまあ、ちょっと練習方法を変えたっていうぐらいですかねじゃそれがかみ合ってそうですね、はい、2日間いい伸びですが振り返ってどうでしょうまあそうですね、まあ、連日伸びてるんで調子はいいと思います欠場明けだったんですがコンディションとしてはコンディションは問題なく走ってますね体調面はどうですか体調もいいと思います まあそうですねはい明日めて一発にやりたいと思いますえ準決勝ですが振り返っていかがですかそうですね横山くんが気合いの入った走りで連れて行ってくれた感じですね、うん、遠谷選手もまくってきていましたがそうですねまあやることやらないと横山に怒られちゃうんではいではこの決勝はどう戦うんでしょうかそうですね。明日も横山君につけてしっかりガードしながらゴール前勝負したいと思います <laughs> 決勝はどう戦うんでしょうか。まあ、ね、決めずに、あの。柔軟に対応したいと思います。まあ、出たとこ勝負ですから、まあ、どういう、どういうレースになるかわかりませんけど。はい、強敵ぞろいですけど、コ、えー、ース見つけて、えー、最後まで、踏みたいと思います。